はい、それでは早速2011年の第1問を見ていきます。ちゃんと解いてからやってください。早速じゃあもうカッコ1です。カッコ1でも解く前にもうこれは本当によく出るテーマなので軽くだけ押さえてしまいます。新規造山帯と古期造山帯と安定陸海の話ですね。覚えているでしょうか。で、これは大体だから地図を見た時にこの辺りには新規造山帯がいるなとか、この辺りは古期造山帯かとか、この辺りは安定陸海だねっていうのを大体把握しておかないと解けない問題なんですけど、でもすごい品質のテーマで毎年ほぼ出てるんじゃないのかなと思います。何かと形を変えて出てますね。その新規造山帯のあたりにマークを塗ってあって、よく出てくるそのなんか物がとか鉄鉱石だとか、あと古期造山帯のところに印が打ってあって、それ石炭だとか、そういうふうな問題はよくありますので、まず簡単な図からどこに新規造山帯がいて、どこに古期造山帯がいるかとかちょっとだけ押さえておきましょう。古期造山帯に関してなんですが、これはもうそのなだらかな山脈っていう特徴が入ると思うので止めてしまいます。はい、で古期造山帯の特徴なんですが、場所の、これははっきり言ってバラバラしてて特徴がつかみにくいっていうことがあって、古期造山帯が一番これ地道に覚えとかないとどうしようもないんですね。あとでちょっとだけ解説します。で覚えやすいのがやっぱり新規造山帯だと思います。新規造山帯の特徴は高周な山脈だとか、あと古城列島ですね。で新規造山帯はなんとかかんとか造山帯とか言ったりして、で2つだけあったと思うんですね。アルプスヒマラヤと、あと環太平洋造山帯、この2つがあったと思うんですが、はっきり言ってその2つだけなんですよね、新規造山帯がいる場所って。でこういうふうに簡単な世界地図を書いてあげてみると、新規造山帯がいる場所ってもうはっきり言ってこういうふうに色を塗ったところだけって考えていいんです。こっち側が太平洋をぐるーって回るように行っているので、こっちが環太平洋造山帯 でこっち側ヒマラヤ山脈からアルプス山脈へ向かって伸びている造山帯なので、アルプスヒマラヤ造山帯、この2つを覚えておけば、まあ、それ以外のところってあんまり新規造山帯がいないんですね。ちょっとアフリカの北部だとかイタリア半島だとかいたりしますが、まあ、そこはちょっと分かれたところっていうので見てもらえればすぐ分かると思います。で、あと1つ安定陸海ですが、これの特徴は台地だとか平野になっているっていうことです。で、安定陸海も結構いろんなところにあるんですが、センター試験で出るのってほぼ限られていて、大体このインドとセイロンと、あとマダガスカルを含むアフリカ一帯と、あとオーストラリア、この辺の安定陸海しか出ないって考えてほぼ大丈夫です。一体って言ったっていうのはなぜかっていうと、これさっきの古期造山帯の話に戻るんですが、南アフリカのこの辺にはもうもちろんすぐドラケンスバーグ山脈っていう古期造山帯がいたりするので、まあ、この辺一体全部安定陸海だって覚えてると落とし穴になっちゃうんですが、マダガスカル島とか、あとセイロン島、オーストラリア、インド大陸とか、そういうキーワードで安定陸海だっていうことを示すキーワードがちょいちょい出てきます。なのでそういうことが出てくると安定陸海の話してるのかなってちょっとだけ考えてみてください。そうすると括弧1って結構解きやすいんですよね。丸1のグラフを見てみると、丸1のグラフってこうなんかほぼ平地になってますよね。だから丸1のグラフが表しているのはこれ安定陸海なんですよね。で安定陸海だから選ぶことがすぐできて、これは B のオーストラリアになるだろうって考えていいんです。で、あと残ったのが A と C とあと D の線なんですが、これ3地域とも全部新規造山帯に属してますよね。 A がこの辺で、 C がこの辺で、 D がこの辺で、じゃあどういうふうに特徴を取るかっていうと、ここはちょっと細かく覚えておくしかないんですよね。
A のところはこういうふうに2つ線が書いてありますが、ここ何気に神経造山帯が微妙に2本に分かれるところだったっていうのを覚えていればすぐにグラフを見れば分かります。グラフを見れば3番を見てみると端っこと端っこがこう盛り上がっているグラフになっているので、あ、神経造山帯2つに分かれているところだったなって考えられるはずです。あのカスピ海の南岸にあるところと、あとイラン高原と、あとイランの南部の、だから要はザグロス山脈とエルブルス山脈、この2つ神経造山帯あったなと考えることができれば A はすぐ3番だって分かるので問題がないんですが、2番と4番がこことここ C と D が2番と4番でめっちゃよく迷うんですね。ここはでもほぼ、あとはこっから先は運か地図帳めっちゃよく見ましたかのどっちかになると思います。 D 答えからいくと D が2番になって C が4番になるんですが、どういうことかっていうと、あの南米の方はこうアマゾンの川があって、でそれがこの辺まで流れてるんですよね。この辺まで、でこの辺り一帯が全部平地になってるんですよね。というわけで南米を切ってみると、こうあのアンデス山脈がすぐバーって高くいるんですが、すぐにまた平坦になってアマゾン川になっているっていう形をとっているのが南米です。なので南米は2番に決まるんですよね。で C の方が、要は北米の方が4番になる理由なんですが、これはカリフォルニアからカナダにかけてずっとそうなっているんですが、地図帳をよく見てみると、あの辺の神秘造山帯はロッキー山脈だけじゃなくて、その周りにカスケード山脈だとか、あとシエラネバダ山脈だとか、いろんな他の神秘造山帯が束になっています。北米は、南米ではアンデス山脈1本だけなんですけど、北米だと何本もの神秘造山帯に属する山脈が束を作ってて、だからあの海側の方がすごいこうデコボコしたこんな感じの神秘造山帯になってるんですよね。っていうのを表しているのが4番ということで C が4番です。これはでも結構あの残った2択が難しいので、カッコ1からちょっと苦労するなと思いました。はい、問2はこれは基本問題です。地域とそこに属する土壌と、あとそこで取れる作物で、あと文章中でこういう言葉が出てきたらピンときてほしいなっていうヒント、この3つを並べてみました。まずブラジル高原ではテラローシャで、デカン高原ではレグールド、地中海沿岸ではテラロッサ、でウクライナからシベリア南部にかけてはチェルノゼムで、ブラジル高原のテラローシャは玄武岩からできてきた肥沃な土壌で、よく取れる作物がコーヒーです。でブラジルからコロンビアとかにかけてはコーヒーはすごい有名ですね。でデカン高原はレグールドで、作物、よく取れる作物は綿花、雑穀とも書きましたが綿花をとりあえず意識していてください。でこっちもヒントが玄武岩になっています。まあでもデカン高原綿花ってすぐに結びつきやすいですよね。インドといえばその世界史とかやった人はよく知ってると思いますが、やっぱ綿花の栽培地としてすごい有名なところなんで、で土壌はレグルドですよと。あと地中海沿岸は石灰岩からできたテラロッサっていう土壌があって果樹栽培を行っています。であとウクライナからシベリア南部にかけてはチェルノーゼン、チェルノーゼンはこれ黒土っていう意味です。でここではトウモロコシだとか小麦だっていうのが生産されていて、まあ、ヒントとなるその何々岩みたいなのはないんですが、これ全部もう表書いちゃって覚えてしまうぐらいの勢いでいいです。でそれをやるとイの地域に属するもの、イの地域、これもろウクライナですよね。というわけでチェルノーゼムトウモロコシってくる4番が正解になります。3番がこれちょっとアがあのスペインの南部のところにあって、でテラロッサって言えばやっぱりもろスロベニアとかそっちの方を意識してしまうので、そういう風に覚えていた人は違和感があるなっていう感じだったかもしれませんが、
スペインの南部でもこれは言えます。はい、それでは問い3に入ります。サンフランシスコに該当するものってきたら、この問題割と積極的に解けます。要は他の、選択肢を削らなくていいということですね。サンフランシスコってきたらもうすぐに CS 機構だ、地中海、地中海性の気候だっていうのを思い出してください。でその特徴は何だったかっていうと、夏に高温で乾燥するっていうことだったと思います。ここで出てくるグラフがハイサーグラフなので、苦手な人はちょっと読みづらいかもしれませんが、サンフランシスコって来た時に、あ、地中海性気候で夏は高温乾燥なんだなって思い浮かべたら、もうそれだけでこれ丸にって選べるんですね。7月とか8月9月あたりに降水量が50ミリを下回ってるっていうことで、はっきりサンフランシスコに当てはまるのは2番しかないです。というわけで問い3はこれで終わります。で問い4がこれ結構あるパターンで、でもまあ若干難しいのでちゃんとやっておきましょう。パーキックっていうグラフがあって、これ注意書きで1年間を合計すると 100% になるように作成してあるって書いてあるので、要はこれその4月に何ミリ降りますとか、5月に何ミリ、あ、降りますね、流れますとか、5月に何ミリ流れますとか関係ないっていうことですね。1年間を全部で見たときに、その相対的にどれぐらい流れているか、だいたい多いか少ないかとか、そういうレベルでしか話をしていないっていうことに気をつけてください。じゃあパーキックのグラフどういうふうな特徴があるかっていうと、負の特徴は特徴がないっていうことですよね。パッと見てわかるんですが、で、負のグラフはここがやたら際立ってるとか、ここが流れてなさすぎるとか、あと可のグラフは春先がなんか多いっていうことですね。はい、で川の流量、川のその水の流量とかの問題って結構来るんですが、4月とか5月に量が多くなるっていうのは、これ何を表すかっていうと、雪解け水です。12月1月2月ってこう降った雪が春先になって溶けて流れ出て流量が多くなるっていうパターンはよくあるんですね。日本の川でもいくつかあります。だから4月と5月に流量が多くなる川っていうのは雪解け水だと思ってください。なのでこれカーキークって見た時に、これガンジス川かミシシッピ川かアマゾン川のどれかになるんですが、これも4月に雪解け水が多くなっているっていうことで、これもミシシッピ川だと思ってください。まあガンジス川かなって思うかもしれないんですが、木の方がガンジス川になるんですね。でこの理由は何でかっていうと、ガンジス川の流域の気候区分を思い出してください。もう気候区分とかは授業でやってるというよりは自分で勉強してほしいところなんですが、ガンジス川流域どんな気候区分があったかっていうと、AW とか CW だったと思います。とりあえず冬に雨が少ないんですよね、ああいう地域って。冬の北からの乾燥した季節風が来るので、冬の雨の量ってやったら少ないです。なので冬から春にかけてっていうのが圧倒的に少なくなるんですよね。で夏は南西からの季節風の影響を受けるのでめちゃくちゃ雨が降ります。というわけで秋頃にかけてめちゃくちゃ流量が増えるんですよね。っていう特徴を押さえておけば、木が、あ、ガンジス川だってすぐ分かります。で、区、これが一年中安定して流れているっていうことは、気候区分的にいけば F がつくだろうって、まあパッと来る人はいると思うんですね。で、F って来る気候、この場合あり得るのはミシシッピ川流域の CF 気候か、あとアマゾン川流域の AF 気候かのどっちかだと思うんですが、まあここで雪解け水としてあり得るのがミシシッピかガンジス、これであり得るのがガンジスしかないって考えたら、ガンジス、ミシシッピって当てはめるしかないので、空ではアマゾン川を選ぶっていうことになりますね。まあこういうふうな考え方で解いていってくださいということです。で問い5ですが、問い5に関してはこれはもう死に該当するものということで、セイロン島は授業の最初にやった通り安定陸海ですよね。というわけで1番か2番に絞られます。で
マダガスカルかセイロン島かっていうことなんですけど、ステップ気候が属すのはマダガスカルだけということで、セイロン島になるのはすぐ2番を選ぶことができます。そういうふうにしといてください。問い5はもうそれだけです。よくこれ覚えていてほしいことが、巨匠を保証を干渉って出てきますが、順番的には巨匠保証干渉の順番に三五章が出来上がっていくっていうのを覚えていてください。で、この問題は僕は結構好きじゃないんですが、答えはとりあえず丸5で、R、三角とかに属しているのはバラバラにあるので、なんかあんまり古くないのかなとか、そういうふうに考えて、で、巨匠かなって思ったりはしました。で、あとは知ってる人はオーストラリアの右上の方に四角がたくさんあると思うんですが、あれはグレートバリアリーフとかで P 四角、答え的には保証島や陸地との間にラグーンができるっていうサンゴ礁を思い浮かべることができる人は多いと思います。というふうにして選んでいくしかないですね。あとモルディブのあたりが丸の Q 印になっているので、そこの風景画とかを見たことがある人も中央の島がないラグーンだったなって思うことができると思うので、問い6とかこういう問題はどれだけ資料集を今まで見てたかっていうのに結構関わってくると思います。なのでとりあえず第1問、これは、問い6以外は完全に基本問題だらけ、問1がちょっと難しいんですが、問2、問3、問4、問5に関してはしっかり正解してほしいなと思いました。2011年の第1問はここまでです。